定年後持ち家を手放すことで老後破産するその可能性が劇的に高まる、そういったことをご存知だったでしょうか。今回は、定年後にですね、持ち家の一軒家を売ることで、どのようなメリット、デメリットがあり、そして最悪の場合、どのようなことになってしまうのか、その恐ろしい末路についてもお伝えしていきたいと思います。ということで、まずは持ち家の一軒家を手放すということの意味ということで、今回はですね、マネー検体の記事からご紹介させていただきます。こちらのね、記事に関してはですね、興味がある方は説明欄の方に貼っておくので、そちらから見てみてください。定年後ね、子供などが巣立っていってですね、夫婦二人には手狭になってですね、持ち家の一軒家を手放す、そういった夫婦も多くいらっしゃいます。しかし実はですね、一軒家を手放すということは、様々なデメリットがあるということをご存知だったでしょうか。長年住んだ家を手放すということは、様々な面でより深刻な老後不安を生み出す原因にもなるということで、しっかりとそういったですね、デメリットについて理解した上でですね、一軒家を売るのかどうかというところを考えていってほしいなというふうに思います。ですが、もちろんのことながら持ち家を手放す、このメリットもあります。まずはこちらのね、持ち家を手放すことのメリットからお伝えしていきたいと思います。当然ながら、持ち家を手放すことによって、老後のためのまとまったお金が手に入ります。もちろんね、その家の築年数であったり、土地の価値、どこに建っているかなどによって変わってきますが、少なくともね、ある程度のまとまったお金が手に入ってくるというのは、確かかなというふうに思います。またですね、持ち家、一軒家を建っている方の場合は、結構ね、団地とかの、車がないとね、なかなか不便な場所とかにね、住んでたりすることとかもあったりすると思うんですけれども、一方で持ち家を手放して引っ越すことによって、かなりね、利便性の高い、特にね、車がなくても、生きていけるような、生きやすいような地域に引っ越すということも可能となります。このようなメリットがある反面ですね、持ち家を手放すことのデメリット、こちらについても、お話ししていきたいと思います。持ち家をね、手放す際には当然ながら売却しようということになると思うんですけれども、場所やね、築年数にもよりますが、上物、要するに建物の価値はもうゼロというふうに思っておいた方がいいでしょう。特に老後ね、定年後とかに家を手放すということになると、もう結構ね、築年数も経っていたりするということになりますので、こういった、上物の価値については、あまりないというふうに思っておいた方がいいですね。さらにはですね、利便性の悪い場所によってはですね、土地の価値自体も低いということも出てきます。さらにはですね、もしね、取り壊すなんていうことになったら、そういった費用などもかかってくるということで、最初はね、何千万円っていうお金が入るというふうに思っていたけれども、実際に、取り壊しの費用であったり、測量などの費用であったり、家財道具、こういったところの処分などのお金であったり、様々なね、お金がかかってきます。その結果として、思っていた金額よりもだいぶ少ない金額しか手に入らないということも起こり得ます。またですね、大きな金額が手に入るということであればいいんですが、そうでない場合は、大したお金が入ってこないにもかかわらず、そこにね、そのまま住んでいればかからなかった家賃であったり、分譲のマンションを購入するであればそういった費用であったり、そういったところもいろいろかかってくるということをね、知っておく必要があります。結果としてね、二人には広すぎると思って、ダウンサイジングのために持ち家を手放したはずなのに、結局、そういった住宅費用にかかるお金が、ダウンサイジングする前よりもかかってしまう、そういったことにもなりかねません。こういったデメリットも知っておく必要があります。ということで、これからは、持ち家を手放してですね、分譲マンションに移り住んだ場合、そして賃貸マンションに移り住んだ場合、これらの場合に起こりうるデメリット、こちらについてお伝えしていきたいと思います。まずはですね、持ち家の一軒家を手放した上でですね、利便性のいい分譲マンションに移り住んだ場合、こちらについて考えていきたいと思います。先ほども言いましたが、こういったマンションに、移り住む場合はですね、老後ね、車が使えなくなるというようなことを考えたときに、非常に利便性の高い土地に移り住むことができるというメリットはあるんですけれども、その一方でですね、分譲マンションなどに住む場合はですね、予定外の出費が増える。そのことはしっかりと理解しておく必要があるかなというふうに思います。例えば管理費であったり、修繕積立金、そういったもので、こちらの記事においては2万5000円かかって、そしてですね、駐車場代も2万円かかってみたいな感じで、月額で 4.5 万円かかってくる中で、それが1年になってくると、それだけで、54万円の購入、マンションの購入代以外の維持費がかかるというようなことが起こったりもします。また、新築マンションの場合は、そういったことはないとは思うんですけれども、途中からね、ある程度できているマンションっていうのに、途中入居した場合はですね、
もし大型修繕が近づいている時期に入局したりするとですね、まあ、その大型修繕の積立金をまた別でね、支払いを求められたりもすることがあるようです。また共用設備の駐車場の修理費であったり、まあ、様々なですね、予定外の出費っていうのが増える、まあ、そういった可能性があるということを知っておく必要があるかなというふうに思います。また分譲マンションを購入するということになると、まあ、今後ね、その後の環境の変化への対応が難しいということもあります。まあ、ダウンサイジングをするために、まあ、分譲マンションに移り住んだということになった時に、またね、配偶者が亡くなってしまったなんていうことになると、結局ね、まあ、ダウンサイジングしたつもりなのに、また広い家になってしまって、まあ、ちょっとね、無駄が出てくるというようなことも起こり得ますので、結局またそこでね、無駄な出費がかさんでしまう、まあ、そういった可能性もあるということを知っておいてください。続いて、賃貸マンションを借りた場合のデメリット、こちらについてお伝えしていきたいと思います。賃貸マンションの場合は当然ながらね、最初にかかってくるお金は分譲マンションを購入するのに対して、まあ、だいぶ低く済むことにはなるんですけれども、その一方でですね、まあ、家賃の負担が一生つきまとってくる、まあ、そういったデメリットもあります。まあ、もちろんね、一軒家を売ることによって、まあ、ある程度のお金が手に入っていて、まあ、その上で家賃の負担ということになりますので、まあ、そこから切り崩していくことで、まあ、その家賃の負担というのが、まあ、最初のうちはね、あまり感じることがないというふうに思うんですが、まあ、どんどん長生きすればするほどですね、その家賃の負担というのはどんどん重くなってきてですね、最終的には、まあ、家を売ってしまったお金も食い潰してしまい、さらには家賃の負担で生活が困窮して老後破産に至ってしまう、まあ、そういった可能性があります。また、高齢者はですね、賃貸マンションの場合借りにくいということもあります。まあ、やはりね、孤独死であったり、さまざまな面でやはり貸す方もですね、まあ、不安に感じることが多くですね、そもそも高齢者は賃貸住宅を借りるのが難しいというような事実があります。そして、まあ、入ることができたとしても更新することができずに、まあ、追い出されてしまう、まあ、そういったこともあるようなので、そういった意味でも賃貸マンション、やはり何かしらのね、こういったデメリットがあるということをしっかりと知って、まあ、その上で賃貸マンションを選ぶということが大事なのかなというふうに思います。ということで、今回は老後、持ち家を手放すことで老後破産の危機が劇的に高まる理由ということでお話しさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、やはりね、持ち家をね、そのまま持っておくことによって、いろいろとデメリット、もちろんね、まあ、交通の便が悪いところに住んでいるであったり、まあ、子供が出て行ったり、まあ、配偶者が亡くなったりして、まあ、家が広すぎてね、まあ、無駄な部分があったりすることもありますが、まあ、その一方でね、やはりね、生きていく上でのその家賃がかからないというのは非常に大きなメリットの一つにもなります。まあ、そういったことを考えた場合に、まあ、自分のね、ご自身の持っている一軒家を手放すことによってどれぐらいのお金が手に入るのか、そしてその後どのような生活を、希望しているのか、まあ、分譲マンションを購入するのか、そして賃貸マンションを借りていくのか、分譲マンションを買う場合はどれぐらいの広さの、どのぐらいの価格の物件を買うのか、賃貸マンションを借りる場合は家賃がどれぐらいで、車などは必要になってくるのか、そういったところをですね、しっかりと計算した上でですね、まあ、持ち家を手放すという選択を選ぶということにしないとですね、結果として、まあ、その老後のね、その後の負担が大きくなってしまい、まあ、老後破産してしまう、そういったことにもなりかねません。まあ、そういったことを防ぐためにもですね、まあ、しっかりとなんとなくの感覚ではなく、まあ、しっかりと計算した上でですね、まあ、ご自身の今後の選択っていうのを決めていくことが大事になるのかなというふうに思います。ということで、今回の動画が役に立ったと思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入ってくれたあなたは、ぜひチャンネル登録をお願いします。右の画像にあるチャンネル登録ボタンを押せばチャンネル登録ができます。また、チャンネル登録後、右下の画像にあるベルボタンを押せば、当チャンネルの新着動画の通知も届きます。ぜひ登録してみてくださいね。